こんばんは。全然予定通りに始めない。こんばんは。マイキューだ、マイキューでーす。お疲れハートありがとう。こんばんは。3分早かった？カップラーメン待ってたな。ありがとうございます。かわいいもありがとう。お疲れもありがとう。こんばんは。今日お泊まりしてる。そうなの。お仕事終わってホテルにお泊まりしてます。皆さん一日お疲れ様です。お疲れありがとう。明日お話し会よう。そうそうそう、いいね、ありがとう。ハートもありがとうございます。お疲れ様、お疲れ様です。長袖着てる？そう、もう何着ていいかマジで分かんなくて、でも今日めっちゃ寒くて長袖着てます。そうなの。明日のお話し会楽しみにしてます。明日のお話し会に頑張って会場に行きたいと思います。ハートありがとうございます。うん、エプロンしてるのかと思った。これね、前もエプロン言われた。エプロンじゃないの。サロペット。あんたありがとう。寝過ごしに気をつけてねって言われちゃった。頑張らんでも行きなさい。ちょっと頑張らないといけないんですよ。あのモンブランもケーキめっちゃ、ハートもありがとう。三つ編み、そうじゃん、三つ編みです。いやね、今日別に三つ編みはしてなかったんですよ。あのまとめてたんですよ、こうやって。なんですけど三つ編みです。横になんかある？なんもない。ん？話し会ね。そう、四国音楽祭、あさってですね。なんかまた台風が来ているみたいで、なんか台風多いですね。すごい、秋台風多い。腕をいてるやつ、あ、これですか。これは今このベッドのさ、 ここでやってるの。ベッドのここに置いてやってるんですよ。そうなんです。台風また来てるよ。台風来すぎ、多いね。秋だからかな。ね。というか明日から3連休なの知ってました？
関係なく仕事？知ってた？いや、多分私が高校生、まあ中学生とかだったら多分喜んでる。月曜日が祝日で、火水木行ってまた金曜日祝日で3連休なんでしょ？やばい。学生だったら、学校とか行ってる子とかだったら、3連休よ。人が多いなってなんかちょっと思いました。3連休あったら何する？私ですか？どっか行きたいなぁ。なんかずっと、おきちゃんから、なんか旅行っていうか、プチ旅行みたいな。温泉行こうよみたいな、ずっと言われてるんですけど、結局、行く時が全然二人で立てれてなくて。で、そう、秋だから旅行っていうか、その温泉行けたらね、みたいな話してたんですけど、結局、なので、まあ、温泉行きたいですね。ありがとう。道後温泉。温泉行きたいけど、そうだな、道後温泉、愛媛ね。他なんか温泉、どっかあるのかな？私もあんま詳しくないかも。そう、なんか、温泉一泊ぐらいできたらいいよね、みたいな。温泉なら大分？大分行ったことあるよ。あれだよね、なんだっけ？ なんか地獄の湯みたいなやつあるよね。なんか、なんだっけ？なんちゃら巡り。なんだっけな。なんか大分とか温泉有名だよね。別府？あ、地獄巡りか。大分行ったことあるよ。愛媛から大分は割と近くて、船が出てるんですけど、よく家族旅行で、ちっちゃい頃から大分はよく行ってた。結構近いの。本当ありがとうございます。船で行きます。そうなんです。船乗って行ってた。湯布院？ねえ、待って、私さ、湯布院がどこかわからん。待って、どこだ？湯布院ってどこですか？湯布院って大分なの？待って、湯布院？ あ、クマ、ありがとうございます。そうなの？九州近い。大分どこかさすがにわかる。大分わかる。大分は形がこうなってこうなってこんな感じのところ。ちょっと心臓っぽくない？大分の形。そんなことないかな。こうなってこうなってこんな感じの形のところ。あ、元気なシュークリームありがとう。分かるよ。
ありがとうございます。行きたいな。まあなかなかお休みは難しいけど、そのうち。例えが言えてる。お正月ぐらい休み？お正月の休みなくなれって思ってます。あ、カップケーキありがとう。お正月ね、お正月っていうか年末は休みがなくなることが目標です。忙しい年末を過ごせたらいいですね。ねえ、なんか毎年あのショールームやってるんですよ。この1月1日つ、31かな、大晦日1日夜やってるんですけど、そう配信しながらいつかはテレビで見る日が来ればいいねっていう、そう年越し配信。足つりそう。わあ、わあ、足がつりそう。なんか見えた？履いてます。安心してください。履いてますよ。安心しました。サラベットなんですよ、ほら見て、じゃーん、つながってるんです。ベナート、ありがとう。これいろいろなの、ホテル、ホテルです、ホテルドス。この服お気に入り、お気に入り、めっちゃ楽なんよね、なんか移動の時とか。そうなんです、とてもとても楽で。そうなのです。ごはんありがとう。一人部屋、写真集、写真集といえばひなさんが写真集を出すじゃないですか。もう早くもっとオフショットが見たくて、あのちょっとオフショットも見たんですけど、もうすごいすごいです。ひなさん、ひなさん早く見たい写真集、最高。
すごい大胆、うん、大胆だった結構。すごいと思って、いやなんかこうメンバーってあんまりこうなんですか、なんか水着のカットとか ないじゃないですか普段。だからなんかそういうメンバーを見るのがすごい新鮮で、わーってなりました。着替え見てるのでは？何をおっしゃってるんですか？そんな、そんな、もう自分の着替えで必死ですよ、もう。だって、もう。で、みんながやってくれるから、もう。もう一生懸命着替えてますよ。いや嬉しいね、そういうの早着替え、どんどん早くなる、そうみんなで手拍子がねどんどん早くなってね、もう最後にはこんなんなったらどうしようってめっちゃ思うもん。拍手みたいな、どうしましょう。着忘れることないです、ないですけど、裏ではあれですね、もう何分経過ってはい2分経過みたいな感じで分数の経過を教えてもらいます、アンコールの前に。あるある、何分以内、どうだろう。でも、もう早いに越したことはありませんからね。いつも早いの誰だろう。わからん。最近がどうか分からんのよね、あんまり。最近どうだろう。私さ、最近、あんま公演自体もそんなに出てないからな、なんか、あんまり、どうだろう、うん。今度見ときます。誰だろう。どうなんだろう。ワイシャツの着替え大変、もう張り付く張り付く、10月の公演出てほしかった。そうなんですよ、ちょっと私も8が出ないってのはちょっと知ってたんですけど、15も出ないのはちょっと知らなくてそう今日発表されてるのを今日見て、15出んのかーいってなって、私また1ヶ月ぐらい公演開くんですよね、鼻だれ。そうなんです、なんでちょっと次いつ出るか分かんないんですけど、出たいですか？もちろん出たいですよ。
公演がね本当に好きなのでね、ステージ本当にありがとうございます。また出るときに、10月後半は分かんないけどあるのかな、公演どうでしょう、いつ出るの分からん。今度はあのあれです、四国がある、9月の終わりに。DMM でもぜひ見てください。まあ、PR 舞台、そう、全国ツアーがありますので、サンリオ、そう、サンリオ、サンリオ楽しみ。あのサムグッズはいっぱい持っていこうと思います。横浜って神奈川ですよね。ん？うん、え？そうですよね神奈川県の横浜ですよね。神奈川県にある横浜ですよね。県庁所在地、そうな、県庁所在地な。そうです、そうなんや。じゃあ、横浜家系ラーメンの本場ですか？ラーメンかいってな感じですけど。ラーメン、そう、今日食べ行ったんですよ。なんか今日ねラーメン食べ行ったんですけどね、私一人で行ったんですよ。で、まあ、一人で行ったらまあ大体カウンターなんですけど、もうね全員、私以外全員スーツを着た男性で、本当に店内に12人ぐらいいたんですけど、全員スーツを着た男性だったんですよ。で、なんか私だけこんな感じで行っても、ちょっとすごいなんか何者みたいになってましたけど、全員仕事帰りの方たちって感じです。超美味しかった、本当に美味しかった。ドレスコードないでしょ。いいね、ありがとう。うん、ラーメン食べました。
で、なんかね、ご飯も食べようと思ったんですよ。でもなんか、なんかご飯、大体、こう、ラーメン屋さん行ったら、こう、食券のラーメン屋さんってあるじゃないですか。私が行ったところも食券だったんですけど、こう、ラーメンっていうボタンを押して、で、まあ、トッピングとか海苔とかと押して、で、なんかご飯を頼もうと思ったら、なんか、ラーメンを頼んだ方は、なんかご飯無料みたいな感じのこと書いてあった感じがしたんですよ。なんか確か書いてあったんですよね。で、あ、ご飯無料なんやって思って、で、席に座って、で、聞かれたんですよ。どうしますかって。味なんで、麺やわめで、味濃いめでとかってお願いして、で、かしこまりましたって言って。で、その後、でもなんかライスを頼む勇気がなかったんですよ。ライス無料ですけどいりますかとか言われなかったんで、ちょっとライス頼むのずうずうしいかなと思って、ライス頼めなくて、で、なんか、ライス無料だったっけ、あれ無料だった気がするんだけどな、でも、どうしよう、ライスくださいとか言って、あ、有料なんですよとか言われて、もう一回初見とか買いに、ぐわーって思ったら、ご飯頼めなくて、結局、ラーメンだけ食べて帰りました下手れ。いやでも食べ終わった後にマジでスープが美味しすぎて、いやこれはご飯をまだ食べたいと思ったんですよ。もうご飯を頼まないとなんかしっくり来ないって思ったんですけど、我慢した、我慢っていうかひよったヘタレだ、ヘタレでした。難しかったです。ご飯食べるのってすっごく難しいんだよね。無料って書いてあっても店員さんに頼むのすごく勇気がいるし やるときはやるよじゃないよ。ご飯頼まなくていい？頑張れって言葉、これ以上言いたくない。はい、注文するときはするよ。下手れだって注文するときはするよ。ライス注文する人ってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんと注文する人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ、僕も適当に。いいえ、もうライス注文できる人はかっこいいライス頼みたかった。めー、持参したいレベル。私思うんですよね、ライス持参したい。うん、ありがとう。この挑戦しよう、ほんと。いやね、家系ラーメンの楽しみ方って乗ってる具材がまずすごくいいんですよ。だって、まあ、ほうれん草って乗ってないじゃないですか、普通のラーメンに。あんまだし、海苔がめっちゃ濃いラーメンの汁に染み込んで、で、それをと一緒にこうご飯を巻いて食べるのが美味しいんですよ。で、やっぱりライスがないとね、全部食べきってからじゃなくて、その、
いろんな具材があってご飯と一緒に食べるのが美味しいんですよ。ラーメンを語りますよ、本当に。もう、だから私、ちょっと、頼んだ時点で、ちょっと、思ったんですよ。あ、なんか、最初の方からもう、ご飯が欲しかったんで、最後にご飯を食べるんじゃなくて、同時進行でご飯も食べたいんですよね。そう。並行して。後悔してます、本当に。ご飯食べますよ。私今日油少なめで頼んだんですけど、油少なめめっちゃいいです。なんでかっていうと胃もたれしづらいから。油少なめの味濃いめの家系っていい。あのくどくならないから、そう、なんか胃もたれしづらいと思う。あいって胃もたれすんの？胃もたれするよ、もうめちゃめちゃするよ。チャーシューは、私なんか大体ラーメン屋さんでチャーシューあんま抜きにしたりするんですよ。でも今日はチャーシュー食べました。っていうのも初めて行くお店だから、そこのラーメンのチャーシューはどういうものなのか食べないとなんかもったいないじゃないですか。なのでなんか食べてみたいとは思うんですよね。いやね、チャーシューは普段そんなに食べなくてもいいんですよね。なんか麺とスープが好きなんですよ。みんなライス頼んだんかな、あの席、あのお店におった人らは。みんなライス頼んだんかな、無料で。頼んだよ。頼んだんかな、私だけなんかな、こう頼めんかったのって。餃子とかは、餃子とか頼んでない。あんま一人の時は頼まんかも。ライスセルフのとこだと、え、めっちゃわかる。もうこう炊飯器が置いてあって、ライスセルフで取ってくださいってところはマジで自分の白ご飯の好きな量だけ取れるし、いい。確かにわかる。あるある。でもね、私なんか広島で家系ラーメンに行った時に、そのライスセルフのところがあったんですよ。でなんかライスなんか無料とも何とも書いてなくて、でなんかでも多分無料、なんか無料って書いてなかったっていうか、なんかライスご自由にどうぞみたいなの書いてて無料とは書いてなかったんですよ。だからこれ有料なのかなとか思って、もうご自由にどうぞってことは金かかんないよなと思って、めっちゃ怯えながらこうそろりそろりとご飯取りに行って、こう店員さんの目を伺いながら、いただきますみたいな。ご自由は無料か、え、そうだからいいのかなって思いながらそろそろ取りに行った。怪しい。有料、いや、なんかその
ご飯頼んだ人はご自由に何回でもどうぞみたいな、か そっちなんかなみたいな。でもすごいですよね、なんかさ、無料で結構提供してるお店多いですよね、家系ラーメン。サービスが、そう。意外に食べる。え、なんかさ、私最近メールでねご飯送ったりするんだけど、もうなんかご飯ばっかり送ってすごい申し訳ないなっていう気持ちになってきて、しかもあとみんなに、え、この人相当なんか相当食べてないって思われるかなとか思ってちょっとって思ってたんですけど。めっちゃ食べてます、うん、もうない親近感湧く。みんなも食べてる？マジで美味しかった、本当に。今日はなんでめちゃめちゃ食べた、なんてこった。一体どこに消えてるんでしょうか。私でもなんか最近あんまりなんか、最近あんまり体重に反映されないんですよね。そんなに、いや、されるんですよ、されるんですけど、あんまりされんかも。食べとる割には動いとんかな、消費しとんかもしれん。体質じゃないのでも全然太りにくい体質とかではないんですけど、そうなの。割と動いてるかも。ラーメン好きなメンバー他にいる？あのソラハが2日ぐらい前に二郎系のラーメンの写真送ってきて、一人で行きました。送ってきてくれました。ソラハにラーメン報告されました。ソラハ二郎系ラーメン行ってた。マジかって言ったんやと思って。ジロー、ソラハジロー好きだね。私もすごい好きなんだけど、そう、ソラハ一人で行ってた。カップラーメンも大好きだよ私。あのコンビニとかで売ってる新作新商品とかめっちゃ気になって割と食べたりする。おいしい。ありがとうございます。スープ何味が好み？最近思ってたんですけど豚骨醤油が一番よく食べてるかもしれないです。
いろんな味好きですけどね。辛いの、もうなんかちょっと胃を一回ちょっと悪くしてから辛いものを食べていいのかって思いながらちょっと避けてます。お母さんにねめっちゃ怒られるんよ。お母さんがねすごいね「やめなさい」「舞ちゃん辛いのはねほどほどにしなさい」「もう辛すぎるものはね食べちゃダメよ」お母さんに怒られる。最近麻婆豆腐が、いや私朝ごはん今日麻婆豆腐食べたんですよね 麻婆丼食べたんだよね 朝ごはんに 実は言ってなかったけど、でも辛くない麻婆丼だから大丈夫。私が辛いのって言ったらもうめっちゃ激辛みたいなのです。麻婆丼めっちゃ好き。お母さんごめんなさい。お母さんごめんなさい。麻婆豆腐を食べました。お母さん見てる。お母さんたまに配信見てるんで。ここでお母さんに謝っときます。お母さんごめんね。お母さん配信で知るんで、私の食べたもの。お母さんごめんね。麻婆麺食べてほしい。美味しそう。あんま食べんかも、麻婆麺。いいな。悪い娘です そんなこと言わんでくれ激辛。でもさ、私思うんですよ。激辛って、なんかもうすっごい、さ、なんかテレビとかに出てくるさ、もうこれ誰が食べきれるんやっていうぐらいの、もう激辛メニューとかってあるじゃないですか。もう、で、それをさ、もう激辛好きの芸能人の方とかがチャレンジしてさ、ギブアップみたいな感じになるじゃないですか。さ、ああいうのってさ、もう多分ほとんどの人が辛いって思うじゃないですか。でもそういうメニューが存在してるわけじゃないですか。それをもう好んでも毎日激辛を食べるっていう人なかなかいないじゃないですか。でもそういうメニューはあるじゃないですか。なんであるんだろうってちょっと考えてたんですよ。胃ももたれるし、もうちょっと胃に、もう胃が悪くなっちゃうかもしれないのに、なんでこの激辛メニューを作ったんだってのを考えてたんですよ。なんでだと思います？多分、こう、刺激がみんな欲しいんですよ。
だって私辛いのが好きだけど、なんで激辛を食べるかって刺激が欲しいんですよ。なんか刺激が欲しくて食べてるんですよ。もうすごくもう辛いとか通り越して、もう熱い、苦しい、痛いみたいな刺激が欲しくて食べてるんですよ。だから辛いものは存在するんですね。なんて言われた。ちょっと私はもう辛い刺激をね求めてるんで、体がね、私がねチャレンジしたいことがね何個かあって、1個はめっちゃ激辛料理にチャレンジしたいの。あとはもう1個は、あの一蘭とかで替え玉できるじゃないですか。何個まで替え玉ができるのか、自分の胃のキャパシティ的にめっちゃやりたい。あんまりこうプライベートでやる機会はないですけど、なんか自分がどれぐらいまで胃が入るのかっていう検証を自分でしたい。いやね、私一蘭よく行くんですよ。行って1個じゃ足りないんですよね。でもいつも、で迷った挙句一杯で我慢して帰るんですよね。スープめちゃくちゃ飲む。頑張ってもめっちゃスープ飲んで。替え玉したいな。いや、ご飯が食べた、私ご飯ラーメンライスが好きなんよね。なんかあのやっぱさ、ライスってラーメンのスープと合うよね。またラーメンの話になったんじゃけどさ、もうラーメンの話したら本当にダメ。もう美味しいよね、本当に。え、マジでラーメンって美味しい。もう世の中に存在してくれてありがとう、ラーメンって感じです。ライスがちょっとね引きずったのかもしれん、今日心引きずるぐらいなら頼めばよかった。やっぱりやるときはやりますからね、ヘタレだって。やるときはやるよ。3分なの？もうラーメンの話ばっかりしてたらなんてこった。皆さん明日はお話し会、1時間目11時から会いましょう。あの8枚目シングルのラストなんですけど、エクストラがあるので10月の
あのお話し会があるんですけど、普通のあの花、花は誰のもの、ラストなんです。そう、ラストお話し会なんです。ちょっと壇上呼ぶわ。ココさん、ヤマちゃんさん、サトシさん、クマネパパさん、ハラミチさん、リョンキューさん、東京のスワンさん、キナペコさん、オーシロさん、ナンバのヒサトさん、ウマちゃんさん、タンタンメンのマサキさん、ハヤリンゴさん、ありがとうございます。サム出た？え、今日まだやってない。今日まだっていうか今日はできないけど、今日やってないよ、サンリオのくじとかいろいろ。ちょっと広島帰ったらやります。楽しみ。早くやりたいな。もうなんかさ、そういうくじとかが楽しみでしょうがない。くじ引きすぎ？引くためにくじはあるんだろ。あ、おやすみなさい。また明日。また明日会いましょう。ありがとうございました。Love you。 おやすみ。うめえ。うめえ。おやすみ。バイバイ。